人からからわる3分美術史今日はギュンターブ・モローについて勉強していきましょうギュンターブ・モロー1826年生まれフランスの画家であり象徴主義の先駆者として知られますモローは建築家の父と音楽家の母の子供として生まれました当時はブルボン朝シャルル10世による復興王政の時代でしたが モロー4歳の頃には7月革命が始まりモローが20代の頃には第2共和制、第2帝政と刻々と変化する社会状況の中でモローは育ちました両親も芸術家であったことからモローも芸術の道に進み20歳でエコール・デ・ボザールに入学フランソア・ピコに支持しますしかし22歳のモローはテオドール・シャセリオーの 作品に感銘を受けます。そこでモローはシャッセリオに指示し、年齢も近かったことから、師弟としてまたは友人として大きな影響を受け合うこととなります。シャッセリオは新古典主義の画家ドミニク・アングルの弟子であり、またロマン派のウジェーヌ・ドラクロワの画風を取り入れていたことから、モローもアングルやドラクロワの影響を強く受けました。この頃の作品が、 騎士です。ロマン主義風の運動の表現に特徴がありドラクロワ風の画家としてモローは評価を受けましたしかしシャッセリオーが病気で若くして亡くなるとモローは意気消沈し一時期制作をやめるまでに至ります数年の活動休止を経てルネサンスの画家たちの作品に触れて次第に回復1868年38歳のモローが発表した作品が オイディィプスとススとフィンクスです。アンドレア・マンテーニャの影響が強く見られますがスフィンクスの堂々とした姿がモロー作品における象徴的な女性像を先取りしています引き続きモローの作品を見ていきましょう出現1878年モロー50歳頃の作品であり代表作の一つとして知られますヨハネの首にもおじけづかないサロメの力強さ 背景に浮かび上がるアラベスク模様など、モローの独創性を強く表している作品でもあります。1898年、モローは71歳で亡くなります。モローは印象派と同時代の画家であり、ヨーロッパではモロー作品の文学的な傾向が強く批判対象ともなりましたが、現代においては象徴主義の先駆者、代表的画家としてひどく知られています。以上。